鳥居をくぐって左に行くと、こちら宝物殿になってますね。お宝物が、しまわれている宝物殿になりますね。一般公開は10月10日と書いてます。こちらは氷川神社の、神輿出し音が、納められているところですね。はい、こちらにはですね、うなる狛犬ですね。はい、すごい立派な顔してますね。戦略を、はい、裏手にはですね、塚があります。こちらの塚はですね、吉江公が埋葬されている塚ですね。はい、で一応ここ今枠こうフェンスこうなってるんですけど、竹やぶになってるんですね。この竹なんですけれど、不思議な竹で、この枠の外には生えない、だから塚の中だけに生えるというところですね。シノタケというのが、ここ生えるらしいんですよ。で江戸時代に平賀源内さんがこのシノタケで浜屋を作って、ヤモリね作って、それを、広めたと、まあ、浜屋の発祥の、地ということでも、知られているそうです。この神社の裏の塚はね、そんなにね広くないんですよね。はい、その隣には力石というものが、置かれてます。昔いろいろと娯楽がなかった時代に若い者たちが力比べ、いろんな競争で、用いた、石ですね。これが浜屋の塔ですね。しーのくん、面白い話が書いてあったよ。この、ご神木なんだけれど、鎌田幸子さんという方がね住んでるらしい。人間じゃない、ね、鳥みたいなんだけどね、鎌田幸子さんってねいるらしいよ。ほら、ご神木神の使い、私鎌田幸子と申しますってなってますね。鎌田幸子さん面白いですね。東京のパワースポット、東京のパワースポットです。これは ここですね、ちょっと見えづらいからね。ここ鎌田幸子さんの、住居、住木になっているというところですかね、お住まいですね。今日はいらっしゃらないんでしょうかね。はい、一応新田神社の方も一通り回りました。それと、今回ちょっと、リクエストがあった、この近所にですね、とんべい地蔵さんっていうのがあるんですって。そこねちょっとリクエストもらいまして、行ってきてくれないみたいな、面白い逸話があるよっていうところで、やっぱり、新田義明公にね、関わる地蔵さんと、とんべい地蔵さんということですので、ちょっと行ってみたいと思います。ここから少しだけ離れているので、今回ここで新田神社は終わりにしたいと思います。じゃあ、はい、とんべい地蔵さんのところに移動してきました。ちょっとね雨が降ってきてですね、傘持ってカメラ持っての撮影になってます。はい、こちらですね。すごくこの住宅街の中の真ん中にね、矢口の私とんべい地蔵、こちらがね、今ありましたね。とんべいさんというのは新田義明公を暗殺しようと企てた、時にですね、とんべいさんはご褒美欲しさに、加担するんですね。で、船を沈めてしまうと。で船に乗っていた義明公たちが、全員ね、亡くなると。地蔵さんがねいますね。はい、
このお地蔵さんなんか塗っても塗ってもね、なんかこう落ちて崩れてきちゃうという逸話があると。やっぱりこれも呪いがかかってったのかなっていうところでしょうかね、うん。はい、それではですね、新田神社から、とんべい地蔵、これでですね、今回ちょっと取材をこれで終わりにしたいと思います。はい、また見てくださいね。それではじゃあね。だんだん雨が強くなってきました。しのこも濡れないようにね。それではね、じゃあね。